信人親王妃菊子は、日本の皇族。高松の宮信やのぶひのう旧名、徳川菊子、徳川義久公爵令嬢、母は、有栖川の宮武人けひの第二王女。実ノルエダ女王。三倉らは、親王妃、おしるしは、はじめが亀、結婚後はなでしこ。おしるしに選ばれたなでしこ1911年12月26日、誕生。 母、ミノルエダコは、アリス川の宮武人親王の王子女でただ一人、養成を免れたため、1913年より、アリス川の宮の妻子を継承した、高松の宮信人親王の日として、アリス川の宮の血統を持つキクが2歳の頃から、偽されていた。1930年、ドイツにて高松の宮と、ベルリンのホテルアドロン前1929年に、 女子学習院本科を卒業。翌年2月4日、18歳で、信人親王と結婚。その2ヶ月後、昭和天皇の名代となった、信人親王と共に14ヶ月にわたり、欧米を歴訪した。1930年には、日本赤十字社名誉社員の称号を受ける。実母のミノルエ血腸が結癌で亡くしたのを機に、癌の撲滅に関わるようになる。 1934年には財団法人、癌研究会にラジウムを寄付し、その後も癌研を支援した。1949年からは日本赤十字社の名誉副総裁に衰退された。1968年には高松の宮被癌研究基金の設立に関与するなど、生涯を通して癌撲滅に関与した。しかし、後に、夫、 信人親王を肺がんで失い、さらに晩年は、自らも、がんと戦うこととなった。1987年2月3日、信人親王と死別する。その6年後に発見された親王の日記は、1921年1月1日から1947年11月に、かけての、皇族及び、海軍の貴重な資料で、菊子古により1995年から、 高松の宮日記全発巻として刊行された。1998年にはエッセイ、菊と葵の物語を上しハンセン病患者の救済運動にも関わり、1993年の高松の宮記念ハンセン病資料館の設立に尽力した。また、日仏会館の総裁として、日仏交流にも尽くしたことが業績として挙げられる。2000年6月16日に、 皇順皇后が崩御すると、菊子妃は皇族最年長者となった。翌2001年12月の都市の宮の誕生に、際しては、もし男児が誕生しなければ、女性の天皇の皇位継承は、日本の歴史から見て不自然ではないとする内容の手記を、雑誌に寄稿している。2003年に乳がんが発見され、翌年2月には、その摘出手術を受けた。一時隊長は、 安定し6月には退院したが、8月に再度、入院し10月18日には、人工透析のための手術を受けていた。2004年11月、行く末を気にかけていた、ノリのミやの婚約が報道された時は、非常に喜んだという。2004年12月18日午前4時24分、聖路加国際病院で、排血症のため公居した、92歳没。 93歳の誕生日のわずか8日前で、この日は、清子内親王と黒田義樹との婚約内定発表会見が予定されており、病室でもテレビ中継が視聴できるよう準備されていたが、日の皇居によって、会見は同年12月30日に延期された。葬儀は、豊島岡墓地で連想の儀が行われた後、落合斎場で仮葬され、同墓地内の墓所に葬られた。 高松の宮は、後継となる子孫がいないため、菊子妃費の皇居で廃絶。道宮家が祭祀を継いだ有栖川の宮ともども、これで系統が途絶えることとなった。母の稔枝子から、書道の有栖川流を継承し、文人新郎や正人新郎日花子に自ら、手ほどきをした。公爵、徳川義満は弟、妹の榊原吉佐子は、改装記を三冊表している。 もう一人の妹は、井久美子で、海藻期、徳川お天馬姫がある。父方の祖父は、最後の征夷大将軍で後に公爵となった、徳川義信。祖父の名の義信と、父の名の義久それぞれ一文字を取り、菊子と名付けられた。秩父部宮秘節子とは、義子妹であり、四位とこでもある。ありがとうございます。